ちょっと僕謝りたいことがあって、YouTube でアンチの人がいっぱいいて、それに対して気がついたら喧嘩越しで話すようになってたんですね。アンチにはまあ腹は立つんですけど、それに倍返しだとか言い返そう、そういう自分の未熟さゆえ当たりが強くなっちゃったりとか、尖った言い方をしてたと思うんですよ。よく考えるとこれを見てくれてる人たちってアンチの人だけじゃないんですよね。最近僕は英語の動画を最初にして、その後日本語にしてるんですけど、アンチの人って英語で話す人少ないんですけど、アンチって日本人に多いんですよね。だから最初の英語の段階ではそんなに尖った言い方にはなってないんですけど、日本語の言い方自分で改めて見てみるとすごく尖った言い方になってたりとか、嫌味っぽく、なんか一回自分で見たのがそんなもわからんのみたいな、こういうジェスチャーを交えながらやってるのを見て、それはちょっと見てる人からするとなんでしょうね、しんどいかなっていうことを感じたんです。だからこれからはなるべくポジティブに明るい言い方にします。自分のチャンネル見るとやっぱりちょっと陰気臭かったんですよ。チャンネルトレイラーっていうあのメインページ What separates animals from humans みたいな、あれもちょっと暗くないですか。本当にこれは意見が分かれると思うんですね。暗い感じでやった方がいいとか、いや明るい感じでやった方がいいっていう意見があると思うんですけど、僕実際暗い感じでやるの苦手だったんですよ。自分で撮っててもやっぱり常にネガティブに嫌味っぽく毒舌キャラ、僕も真逆なんですよ、実際の僕と。そういうキャラを演じてたんでちょっとしんどかったんですね、実は。でインスタグラムで誰かが発信するときはなるべくみんなに優しい、自分にも優しい、相手にも優しい、そういう発信の方がやっぱりポジティブなエナジーを感じられるし、みんな聞いてくれるかなっていう発信をしてる方がいて、それを見たときに僕は、ああ僕はすごく陰気な感じ、ネガティブな感じ、もちろんポジティブな話題ではないんですよ。だけどネガティブなことってみんな聞きたくないんですよね。これを見てくださってる人もビーガンでもノンビーガンでも何でもいろんな人いると思うんですけど、やっぱりポジティブな人に寄ってくるじゃないですか、人って。でこれなんでこんな話をしてるかっていうと、宇宙一大好きだった彼女、最近振られたんですよ。その理由が僕の YouTube チャンネルを見つけてびっくりした。その時にもう電話でね言われて、僕がビーガンっていう話題を出して彼女が調べてくれたんですよ。その時にたまたま僕の動画が YouTube に上がってきたらしくて、それを目にした時に言い方とかがすごくきつかった、ちょっとびっくりした、だからお別れしたいって言われたんですね。その時は僕はえってなったんです。その時全然気づかなかったんですよ。僕っていつも動画を作る時、自分の動画を見返さずに、よし動画作った終わり、よし動画作った終わり、よし動画作った終わりって感じでやってたんですよ。コメントがほとんどアンチだったんで、フィードバックとかも全然見なかったんですね。普通に誠意がこもったフィードバックで、周りの人たちもよっしゃその調子だ行けって感じで応援してくれてたんで、僕の発信の仕方はまあ別にいいのかな、このまま続けようって調子に乗ってたんですよ。その夜はまあ寝られなくなって体調崩して、その次の日もまあ体調崩したんですけど、自分が初めて自分のチャンネルを見る人の観点に立ってじゃあ見てみようと思って、本当にもう YouTube 見てみたんですよ、自分の。そうするとやっぱりきつって思ったんです。自分のことクソ野郎だなって思ったんです。嫌味っぽく、そんなもわからんのみたいな。それはさっきも言った通り、アンチの人たちがそういう嫌味っぽいことを言うから、僕も舐められないように対抗してたんですね。それが勝手にもう習慣づいちゃって、普通の動画でちょっと嫌味っぽく言ってたんですよ。それを自分で見直した時にやっと気づいて、本当にその時は YouTube なんか始めなきゃよかったって思ったんですね。もう本当に僕の彼女は素敵な人だったんです。すごく大好きで毎週会うのが楽しみだったんですね。だけどこういう結果に終わってしまったから、とりあえずじゃあそれをどうやってポジティブな経験に変えていこうかって思った時に、動画を見直してみたら、これはやっぱり振られるわなって思います。だから今きつい動画とかを僕今ちょっとプライベート動画にしてて、もちろん有名な動画なんでほとんどそのね炎上した方がもっと来るんで、まあアンチの人が来るんですけど、それで本当に炎上商法みたいな感じでやってた部分があったんですね。だけどやっぱりそれだったら自分の思い出というか、自分を思い出してくれる人っていうのがネガティブなイメージの自分を思い出しちゃうと思うので、そういうのはまあプライベートにして見えないように してます。だから僕のこれからの動画はもっと優しいライフスタイルとか作ろうかな、メンタルヘルス系をしようと思います。僕ってメンタルヘルスの本とかをすごく読んで、鬱とかもう自殺願望もあったし、不登校だったんですね昔で、精神病院とか心療内科いろんな場所に通ってたんですけど、やっぱり薬を飲んで一時的にまあ回復するだけだったんです。やっぱり根本的に僕の考え方っていうのがすごくネガティブだったんですよ。だからそういう薬を飲むことに関しても
このまま一生薬を飲まないと僕は生きていけないのかって思い込んでた。心配してたんですよ。そういうのもあって、すごく不安だったんですけど、メンタリスト DAIGO さんの動画を YouTube で、まあ、見つけて、それでおすすめしてた本っていうのがあって、これまあ英語の方なんですけど、幸福になりたければ幸福になろうとしてはいけないっていうラス・ハリスさんの、まあそうやって Amazon で調べてくれたら出てくると思うんですけど、まあリンク貼っときます。日本語のやつ。それをまあ読んだんですね。DAIGO さんがおすすめしてたんで。で、それを読んでから僕は、おーってなったんです。これが脳みそかみたいな。メンタルヘルスで悩んでる人には、一番僕は、まあ、ちょっと科学的な要素もあるんですけど、すごくいい本です。だからおすすめします。その時に僕は無敵になったと思った。実際、本当に。それから僕は本の力っていうのに気づかされて、いろんな読書、瞑想の本も読みましたし、人間関係の本も読みましたし、恋愛の本も読みましたし、まあ、あとちょっとセンシティブな話題にはなるんですけど、自殺の本っていう、スゴサイロー、どうして僕たちは自殺するのかっていう、まあこれもちょっとメンタルヘルス系の本なんですけど、そういうのも読んで結構考え方がそれだけで変わったんですね。で、それってやっぱり本のおかげで自分のマインドセットっていうか考え方が変わって、で、メンタルヘルスもすごく安定したっていうのが大きいんですけど、それで実際に僕の動画を見て、で、僕の本を書いた、あるんですけど、メンタルヘルス系の本僕書いたんですけど、これを読んで人生が変わったって言ってくれた人がまあちょこちょこいるんですよ。それを考えると、僕は一番幸せって感じたのはそういう時だったんですね。誰かが僕の力で変われました、メンタルヘルス安定しましたって言ってくれること、すごく幸せを感じるようになったんです。だから実際にそのもちろん動物の発信っていうのはすごく大事だと思うんですけど、それをずっとしててもやっぱり僕はそんなにネガティブな話題にどうしてもなっちゃうんで、したくないんですよね。ただ応援してくれてる人がいたからずっとしてた。で、やっぱり動物のことも思ってたからずっとしてた。だけど僕の動画を見ると、言ってること言い方全部自分では大嫌いだっていうことで、まあビーガンの人っていうのはマイノリティ、世界でもマイノリティ、イギリスは一番先進国で、いろんなね、まあ俳優さんとか、まあイギリス以外にも、ナタリー・ポートマンとか、ホアキン・フィニックスとか、アメリカでね、まあ、ベネディクト・カンバーバッチとか、有名人が、まあ、ビーガンをやってる。日本でも、二階堂ふみさんとか、水川あさみさんもちょっと、なんかしてたのかな、ちょこちょこ。まあ、入りつつあるはいるんですけど、やっぱりマイノリティなんじゃないですか、ビーガンって。だから、マイノリティっていうことは、やっぱり食べられるものも、ノンビーガンの人と比べたら、やっぱり少なくなる。いろんな食べれるものがあるんですよ。ピザとか、唐揚げとか、ラーメンとか、本当にあるんですよ、いっぱい。餃子とかね。ただ、この世界がやっぱりまだ、ビーガンっていうコンセプト、新しいから、そういう、ノンビーガンのお店で、ノンビーガンになる方がやっぱり簡単なんですよね。だからこそ、難易度の高いビーガンの人は、より一層メンタルヘルスに力を入れないといけない。ということで、僕は、これからは、メンタルヘルス系とか、まあ、筋トレ好きなんで、フィットネス系、僕が筋トレしてる理由っていうのが、まずね、ビーガンの人は肉を食べないから筋肉がつかないんじゃないか、そういう神話を覆したい。実際に僕の筋肉見たりとか触ったりしたいことある人はわかると思うんですけど、ビーガンの人でもつきます。アーノルド・シュワルツネッガーもビーガンなんですけど、彼はすごいでしょ、体。ニマイ・デルガドっていう人も生涯一度も肉食べたことないんですけど、体すごいんですよ。そういうことがあるんで、発信はポジティブなことにこれからしていこうと思います。で、最後に、まあこれを見てくれてるんだったら、すごくいい、楽しい、幸せな時間、あなたと過ごせました。僕はこれからもいい人探すんで、あなたも幸せ願ってます。で、この動画の言い方、ネガティブさ、気づかせてくれてありがとうございました。じゃあね。